こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。F-15 イーグル戦闘機といえば聞いたことがないという方を探す方が難しいのではないかと思われるほどに、その名を世界中によく知られた戦闘機の一つと言えるだろう。ただ、単に F-15 と言っても、その使用用途や採用した国などによって、実はそれぞれが少しずつ異なった機体となっており、今更ではあるが、そうした違いについて少し振り返っていきたい。まずは、航空自衛隊が採用している F-15 戦闘機であるが、これは本国アメリカの C 型をライセンス生産したものであり、日本仕様は短座が J 型、複座が JD 型と呼称されている機体だ。C 型自体が初期型である A 型を改良した機体であり、外観上の差異は小さいが、燃料搭載容量の増加が図られたことで作戦行動範囲が倍増しており、さらに能力を向上させたものといえる。日本では J 型を165機、JD 型48機が導入され、一部を除いて1981年から1999年にかけて前述のようにノックダウン及びライセンス生産によって航空自衛隊への調達を行った。こうした日本と同様に、いわゆる A 型から D 型までの形式の機体を正式採用した国は、イスラエルとサウジアラビアのみにとまり、アメリカ軍と合わせても、総数で1223機の総生産数にとまった。これは、当初の F-15 の機体価格が高額だったこと、かつ最新鋭戦闘機として軍事・政治ともにアメリカに忠実な国のみにしか導入が認められなかった影響も大きかったということができる。これに続いて複座機をベースにした E 型、通称ストライクイーグルが生み出されるが、実にこの機体はそれまでの約6割も及ぶ部分を再設計しており、事実上の新型機とも言えるものとなった。この E 型はそれまでの制空戦闘機としての側面からは少し後退し、対地上攻撃に重点を置いた分類としては戦闘爆撃機と呼ばれるものとなり、これを韓国がカスタマイズして導入したのが K 型だ。K 型は2018年4月に不幸な墜落事故に見舞われた機体でもあるが、さらに韓国の使用に準じて対地攻撃能力を高めたものとなっており、機体部品の一部も韓国国内で製造されていた。そもそも E 型の通称であるストライクイーグルの名称の中のストライクとは地上攻撃を意味している単語であり、このことからも対地攻撃能力を重視した仕様であることが垣間見える。こうして戦闘爆撃機に分類されている E 型ではあるものの、 F-15 自体はこれまで実戦で撃墜された例はなく、逆に敵機の撃墜数は合計100機を超すという抜きん出た完成度を示す機体となった。すでに E 型はアメリカ軍が実戦配備を開始した1989年末から30年以上の長きにわたって飛行を続ける機体となっているが、当初より搭載していた高度な火器管制レーダー等を刷新しながら運用されている。アメリカ軍の E 型が
初の実戦に出撃したのは1991年のイラクとの湾岸戦争だが、ここで圧倒的に優れた火器管制レーダーによって2機から合計16発発射された誘導弾は命中率10割を記録した。また同じく湾岸戦争においては E 型以外の F-15 戦闘機も出撃したが、通常の戦闘機としても高い戦闘性能を発揮し、イラク軍のMiG-29戦闘機など合計38機を一方的に撃墜している。こうした数々の戦績を記録し、一時代を築いた F-15 戦闘機であるが、本国アメリカにおいても、F-22 や F-35 などの新型第5世代ステルス戦闘機の配備に伴い徐々に退役を迎えつつある。もともと F-15 はマグダネル・ダグラス社製の機体であるが、現在はボーイング社に吸収されており、そのアップデートや新型機の開発は同社が引き継いで進めている。しかし、アメリカのみならず、西側の各国の間では、ロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング2シリーズの戦闘機の採用が相次ぎ、ビジネス的には、ボーイング社は劣勢に置かれている。そうした状況下で、アメリカ空軍は、最新型の F-15EX 型の導入を決定。総数で、144機の導入を計画しているが、このタイミングでわざわざ EX 型を導入することには、懐疑的な見方も多い。これを、如実、如実に裏付けているのが、アメリカ議会の承認であり、今のところ、わずかか2機の導入までしか認められておらず、この EX 型の有用性を議会に証明できない限り、追加の生産に移れない状態だ。この EX 型導入をめぐっては、政治上の問題も浮上しており、現在は辞任しているが、国防副長官が元はボーイング社の重役であったことから、立場を利用した政治工作だったと指摘する声もある。このところ、旅客機の737機の問題の影響を受け赤字化してしまっている。ボーイング社にとっては、仮にこの EX 型の導入がキャンセルなどという事態が起これば、会社存続すら危ういとも言えそうだ。F-15E は湾岸戦争、イラク戦争、コソボ紛争やアフガニスタン侵攻などに参加し、近年ではイスラム国への攻撃でも活躍しており、アメリカ軍が関与したほとんどの軍事作戦に参加しています。強すぎて輸出禁止？ F-15 は、開発当時は高性能の戦闘機であるがゆえ、アメリカとの関係が友好な同盟国にのみ輸出され、日本とサウジアラビア、イスラエルの3カ国だけが配備しました。当初、F-15E は、優れた攻撃能力から他国への輸出には慎重でしたが、F-15 よりも高性能な F-22 ラプターが開発されたことにより方針を転換し輸出を行うようになります。現在では、サウジアラビア F-15S、イスラエル F-15I、韓国 F-15kg、シンガポール F-15SG が採用しており、カタールも導入を予定しています。日本でも F-4EJ の後継機種をめぐる第4次 FX において、ボーイングが F-15E の改良版 F-15FX の提案を行ったこともあります。ボーイングは F-15E にステルス性能とレーダーを強化した改修型 F-15SE サイレントイーグルを開発中で、韓国空軍で
次期戦闘機の候補にも上がりましたが、結果的には F-35A の採用が決まり、未だ採用国はない状況となっています。